美味しいです。今日のコーヒーは味にこだわってみました。せっかくですから、お店オリジナルの味に挑戦してみたいと思って。 大丈夫です。私は後方支援ですから、皆さんよりも少しだけ時間がありますし、皆さんが戦っている時に料理のことを考えるなんてとても不謹慎だとは思いますが、そうでしょうか。お料理やお掃除だけでいつも申し訳ないと思っています。 私のお料理で皆さんが少しでも元気になれば、これほど嬉しいことはありません。癒すなんて大層なことはできませんが、美味しいお料理は人を幸せにすると思います。そうなんですね。私これからも美味しいお料理を頑張って作りますね。 私は、お料理のメニューに関わるので、とても大切なんですよ。食材の新鮮さとお値段、そして栄養のバランスを考えないといけません。前線で戦う皆さんのためにも、栄養をしっかり取れるようにしないと。はい。でも前線で疲れている皆さんに比べたら大したことじゃありません。 疲れているはずなのに、いいんですか？ありがとうございます。実は一人だと持ち運べる量に限界があって大変だったんです。でも皆さん疲れてらっしゃるから、お願いするのは少し気が引けます。
リギアの取り扱いには繊細な心と忍耐力が必要だ。